女性におすすめの痩せるお茶をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目こちらです。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのかということで、今回痩せるポイント4つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。もうあなたが健康的で綺麗に痩せるためにはまず何をすればよいのか、それはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提なんですね。でこの整った状態っていうのはどんな状態だと思いますか？それはあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちのですね、まず種類を増やしてあげること、そして餌を与えて元気に育てて、いつまでもあなたの腸内でその住み着いてもらえるようにこう心地よい環境をですね作ってあげることがもう大前提なんですよね。あのお部屋でもそうですよね。汚くて汚れてもゴミ屋敷みたいなとこだといかがですか？綺麗なものって映えないですよね。やはり良いものは良い環境であってこそやっぱり映えるわけですよね。ですからあなたの善玉菌たちも汚いとこはね嫌なわけですよ。もう汚く壁も汚れてね、腸壁が汚れててもうドロドロ、なんかこうギトギトしたのがついてて、あなんかもう嫌だ、もう変な匂いがするとか嫌じゃないですか。そんな状態だと痩せることができないんですね。なぜかというとその逆のデブ菌と呼ばれる悪玉菌たちが住み着いている腸内っていうのはもうゴミ屋敷ですよね。もう匂いがひどかったりもギトギトしてたりとか、もうとてもじゃないけどこんなとこも早く出たいって、そんな状態になってると太るわけですよ。なのでもしあなたが思い当たることがあれば、もういろいろダイエット試すのになんでこんなに1キロすら私は痩せないんだろうって、なんでこんなに運動頑張ってるのにもう全然体のね体型が変わらないのっていうのは、あなたが悪いんじゃなくてあなたの腸が悪い、腸内環境が汚れてるからなんですね。ですから逆に言えば腸内環境がピッカピカになればあなたは自然と痩せ体質に生まれ変わることができるんですよね。そこにポイントがあるわけです。そこにちゃんとフォーカスをして、あなたは私がお伝えしていますこのチャンネルで扱っているその腸活メニューです、腸が喜ぶようなお食事に一つずつこう置き換えてあげることで生まれ変わることができるんですよ。そのために必要なその効果があるのが今回お伝えするお茶です。楽しみにご覧くださいね。では2つ目です。あなたの血糖値の急上昇のその上がるグッと下げてくれます。太る原因でですね、この血糖値の急上昇なんですよね。血糖値が急上昇してしまうからこそその間振り幅が大きくなって脂肪の溜め込み量が増えるわけです。この急上昇がなければ脂肪がそのたまらないわけですよ。そこをしっかり抑えてくれるのがこのお茶です。そして3番目、脂肪燃焼効果があります。そもそもですね、その脂肪の溜め込んできてしまったそのものをやっぱりデトックス、さよならもう来ないでねってやっぱり見送ってあげないといけないわけですよね。その時にやはりこの脂肪燃焼溜め込んできてしまった体内のね、体脂肪とかね、内臓脂肪、皮下脂肪、そういったのをこうどんどんやっぱり出してあげないといけないわけですから、そこに効果的なのはこの脂肪燃焼効果を味方につけましょうということ。そして4つ目、こことっても大事です。実は今回お伝えするこのお茶は特に女性の方におすすめなんですね。なぜかというとこのお茶はあなたのその女性ホルモンバランスを整えてくれる効果がある非常に貴重なお茶になります。ぜひ楽しみにしててくださいね。では2つ目の項目こちらです。何をということで今回あなたにお伝えしたかったお茶というのはこちらになります。見えますでしょうか？ちょっとこう光って見にくいかな、大丈夫ですか？キラッキラ、もうあのね、これ金のパッケージなんですよ。これすごいですよね。金ピカです、ゴールドね、綺麗です。あのこちらは、ゲラニオールの華やぐ香り、
潤い弾むハリ習慣ということで、すごいタイトルですよね。ハニーブッシュモイスティ、まあ、要するにですね、ハニーブッシュというハーブティーになります。ご存知ですか？あのハニーブッシュってこう名前の通り、こうハニー、蜂蜜のようなこう甘いですね、こう華やぐ香りなんですよね。これがあのゲラニオルっていうその香りなんですけれども、あの嬉しいのがですね、まずこちら、あ、一つずつねお伝えしますけれども、まず、まあ、冒頭口頭1で、あの項目1でお伝えした通り、あなたの血糖値の急上昇をまず抑えてくれる効果があるので、結果脂肪を溜め込まないですよってお話をしましたね。そしてここ大事、女性ホルモンのお話です。聞いてくださいね、これすっごく大事。あの私たちはですね、女性ってこの女性ホルモンがあるからこそ、こう若い頃ですよ、あの今よりもね、まあ、今よりもってあなたはねまだ若いかもしれませんが、まあ、どんどんですよ、年を取るごとにこの女性ホルモンの分泌がもうどんどん減ってってるわけですよね。もう私はアラフォーで減ってってるわけです。でこの女性ホルモンがダイエットにもあの一役も二役もね買ってくれてるわけなんですよね。何をしてくれてるかご存知ですか？女性ホルモンがあることで脂肪の燃焼効果もありますし、コレステロール値も抑えてくれますし、代謝も上げてくれますし、もういっぱいねダイエットにその効果的なね役割をですね、まあ、担ってくれていたわけなんですよ。もういたと過去形にしましょう。もうとにかく年を取っていくごとに、もうほぼほぼもうねないなくなっていくわけです。もうこれはね誰しもです。仕方がないんです。でもこのままほっときたくないですよね。この女性ホルモンの働きをやはり手に入れたいじゃないですか。なので私たち女性は、前はなんでこんなにその私痩せてたんですと、でもなんか更年期になってから、なんか閉経してから、なんで私こんなに太ってきたんだろうってお悩みもね多いんです、私のところに。それはやっぱりホルモンバランスです。女性ホルモンのもうバランスが崩れてしまって、今まで一生懸命働いてくれていた女性ホルモンがもう働いてないんですよね。ただここで諦めなくていいんですよ。この女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれるのが、別名植物性エストロゲンと呼ばれているイソフラボンなんです。でこのまあイソフラボンを聞くと、よくこう大豆製品がねピンと思い浮かぶと思うんですけれども、もちろん大豆でもいいんですよ。大豆でもいいんですけれども、そんなにね大豆ばかりいっぱい食べれないですよ。その時にこのお茶を飲むとイソフラボンが取れるんですよ。なので更年期障害の対策にも丸なんです。でよくこのハニーブッシュを飲み始めてから、あのホットフラッシュとかこうのぼせとかが楽になったとかねいう方も出ているくらい、やはり女性特有の更年期障害辛いですよね。あのイライラしたりとか、のぼせてカーって汗が出たりとか、もう体はこう冷えてるのに、こうなんで頭だけ熱いんだろう、汗が出てもうなんか恥ずかしいとかねありませんか？よくお悩みに受けるんですよ。そういう方は特にこのハニーブッシュのお茶を飲まれるといいですよ。エストロゲンと似た働きを補えます。そして脂肪燃焼効果がありますし、なんといっても嬉しいのがこうノンカフェインなんですね。やはりカフェイン系、まあ、ある程度ダイエット効果もある要素はゼロではないですけれども、やはり腸にとってですね、カフェイン取りすぎちゃうと良くないんですよね。腸が動かなくなります。あの交感神経といってスイッチオンになってしまうとですね、腸って動かないんですよね。その逆です。スイッチオフの副交感神経がやっと優位になってから腸って動く。なので腸がいつ一番動いてくれてると思いますか？それはですね、夜寝ている時、寝ている時っていうのはこのリラックスのスイッチが入って緩んでですね、リラックスした状態でやっと腸って動きますから、もう常に忙しくてキーとかしてる方っていうのは腸が動かないから便秘になったりですね、まあ、逆に下痢になったり太ったりになるわけです。なのでそういったこう心模様もねすごく影響してきますから、ぜひこのハニーブッシュのお茶を飲んで、ノンカフェインですから安心して飲みますから、このお茶を飲んでいくことをお勧めいたします。ではいよいよ3つ目の項目こちらです。どのように飲めばダイエット効果があるんでしょうかって、ここ大事ですよね。どんなにいいものも量とかタイミングとかですね、そういったその条件を外れてしまうと、まあ、逆に太ってしまったり体に負担をかけてしまったりしますよね。何でもそうです。過ぎると良くないですよね。そこで
このハニーブッシュのお茶をですね、どうやって飲むと一番痩せることができるのか、その飲み方をお伝えして終わりたいと思います。どんなにいいものもですね、飲みすぎとか食べすぎとかですね、こればっかりとか良くないんですよね。なのでよく先生って、先生の動画見てたら、もういろんなね、痩せるドリンクお伝えしてくださってますよねって、私ね、どれを飲んでいいのかわからないんですっておっしゃるね、ご質問も多いです。で、私はですね、どれもいいものをだけお伝えしてるんですよね、腸活という観点から。ただいいものもその方に合う合わないとか、飲みたいけど病気があって飲めないとか、いろいろあるわけですよ。妊婦さんだって飲めない、飲める、あるわけです。いろんな方のそれぞれの人生ってやっぱりあると思うんですよね。その方が抱えてる問題とか環境とかあるわけですよ。やりたくてもできないとか、家族から反対されてるとか、いろいろあるんですよね。そういった時にあなたに合うもの、やっぱりあなたがですね、一つずつ試していくっていうのが大事です。まあ、味もそうですよね。まずいのって続かないじゃないですか。なので私はいろんなのをあなたにお伝えしますよ。そこからあなたが掴み取るんです。これだって、先生私これ飲んで痩せたってね、ご報告いただくんですよ。LINE の方とか YouTube のコメントとかですね、もうすっごく嬉しいです。なので、話を戻しますと、良いものも取りすぎ食べすぎはダメですよってことをお伝えしたかったんです。なのでこのハニーブッシュもいいんですけれども、こればっかりガブガブですね、1日の水分も私全部これですっていうのはやめましょうね。やはりトータルで一番分量が多いのはやっぱり天然水、お水が大事ですから、またお茶系っていうのは多少なりとも消化に負担がかかりますのでね、やはりメインは天然水にプラスアルファ日替わりとかで美味しくね、いろいろ召し上がっていただきたいなと思うんです。なので1日あたり1杯から2杯ぐらいで十分です。そしてここポイント、ホットティーで飲んでください。これはルイボスのこのハニーブッシュティーに関わらずです。冷たい飲み物を冷蔵庫でキンキンに冷えて、しかもそこに氷を入れてとかですね、今すぐやめてくださいとお伝えします。なぜかというと太るからです。それは理由があります。あなたの腸が一気に冷えてしまうからなんですよね。そうすると代謝が落ちます。代謝が落ちるということは太ります。で、どんどん水分代謝も落ちる。腸が水分代謝を司っている臓器ですから、あなたがもしむくんでいるとしたら腸が悪いんですよ。腸を良くしてあげましょうということですよね。なのでホットティーがどんな飲み物もおすすめいたします。もしくはせめて常温にしましょう。そしてこのハニーブッシュだけでも本当に香りがすっごく甘い香りがして、どちらかというとルイボスティーとか紅茶を足しにで割ったような、あんな感じなんですよね。なんとなく伝わります。飲みやすいです。すごくまろやかでいいですよね。で、ただここに若干量の、例えばそうですね、コップ1杯であれば小さじ1杯分ぐらいの蜂蜜、これももちろん無添加ですよ。砂糖とか合成甘味料とかが入っていないものを入れたりとか、あとレモン果汁とかレモンスライスですよね、ああいったものをちょい足ししていただきますと、またこれがですね、変わった味わいがしまして、もうどちらかというとこう本当デザート感覚、カフェ感覚ですよね。おしゃれな感じで飲めますから、ぜひあなたもいろいろとアレンジして楽しんで続けていただきたいなって思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は特に女性の方におすすめのお茶をあなたにお伝えしました。なぜかというと、女性ホルモンのバランスですよね、司ってくれるそのホルモンです。そのホルモンに似た働きをしてくれるお茶がこのお茶ですということでしたね。ぜひ日々のあなたの健康とダイエットにお役立ていただければもとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。